おもちゃ。とまでは言わん。あんなものでも爆発すれば人が死ぬこともある。しかし爆発力はチンケだ。奴ららしくない。タイマーも何もかも全くの素人細工でな。あんなことじゃ発火もおぼつかない。それで陽動説が出たってわけか。本筋は別の何かだと？国立博物館への襲撃計画というのは？警報ラインにどこからともなく紛れ込んでいた。ふん。そういう儚げな情報こそ、アナリストどもの本能をくすぐるんだろうな。局内武闘派どもは大張り切りだ。なるほど。だがオタクはそれを信じていない。俺がそそられたのは地下鉄駅の素人爆弾だ。いくらなんでもひどすぎる。彼らには自前で爆弾を作る能力がない。見えすいたチャチな爆弾は、公安に対する陽動ではなく、プロの職人のプライドを刺激するためのものだ。推理作家になれそうだな。うん。駅及びその周囲に主だった被害もなく、また、テロ部の爆弾製造の質自体が低下しているということに対して、奴らには爆発物が作れない。最初から分かっていた話だ。あんなことで私たちが引っ張り出せると思われたことよ。まったく甘く見られたものだわ。手は貸さない。ええ、必要ないわ。あの奥の席にいるのがエンリコ・ペルディーニ。共和国派の中でも極左系のテロリストで、昨年の共和国広場爆弾テロほか4件の実行犯だ。なるほど。どうだヘンリエッタ、何か聞こえるか？難しい政治のお話です。開発公社の南部開発事業について批判しています。これ以上南部に北部の血税が注がれることがあってはならない。今回の計画が成功すれば政府も考えを改めるだろう。資金目当てに終身買いか。あいつはもともとアナーキストだったはずだ。考えが変わったんですか？いや、活動資金が出るならどの旗の下でもいいんだよ。共和国派のロンバルディア平原独立運動を支えるのは欧州の右傾化と反グローバルの流れに乗った北部の資本家だ。銀行強盗で資金調達していた局長。わかった。しかるべき方面から説得させよう。彼らは目的を見失っているのです。大義の意味をもう一度飲み込ませれば必ず。ああ、委員会は私が動かす。物は今夜2時までに届けさせるよう念を押す。その時が来たら思い切り懲らしめてやりなさい、ヘンリエッタ。エンゾ、僕らはヘンリコから目を離して平気なのか？今はうちの局員を張り付かせてあるから大丈夫さ。捕らえるのは爆弾の製造屋と奴らが落ち合ったその時だ。それまで支局で襲撃準備を整えてくれ。ところでフラテッロ一組で対処できそうか？爆弾屋は殺さずに捕らえたいんだが。捕らえるとなると難しいな。今夜までに本部から何組か呼んでみるよ。悪いな、ジョゼ。今ローマ支局は人手不足なんだ。荒事の得意な連中はみんな国立博物館行っちまってるんでな。エンリコの計画というのは？もちろんどこかを爆破するつもりだろう。手段が目的化した危ない男だからな。ふん。どうした、ジョーちゃん？そう、がっかりするな。ジョゼは別にお前が頼りないなんて思ってるんじゃないぞ。
本部から応援を呼んでスマートに片付ければ何か褒美でもくれるさ。なんだこりゃ、香水か。何でも買い与えすぎかな。でも担当官に渡される経費はこの子の給料みたいなものだし。ま、子供ってのはこのくらいの時期が一番可愛いもんだからな。いろいろプレゼントしちまうのもわかるさ。うちの娘なんかもう夜遊びを覚える年頃でな、ほとんど家に寄りつかないぜ。トマゾ、本部からの応援を連れてきたぞ。ああ、ここは政府の官報を印刷しているところだ。子供の来るところではない。いいんだピエトロ、そいつは例のやつだ。連絡は受けてる。さっさと連れてってくれ。ああ。悪かったな。外から手を借りるとなるとどうしてもいい顔されないもんでな。慣れてますから。ま、夕方までゆっくり休んでくれ。何か必要なものはあるか。ああ、ヘンリエッタに予備の弾を、あと5-7を用意してくれ。ああ、ジャンカ、パターン B だ。そうだ。